動のきっかけはなんかショールーム審査っていうものがあって、うん、その動画配信サービスを利用して私たちのオーディションを、うん、最終オーディションの前に1回オーディションがあるっていう感じのところで1週間ぐらい動画を配信してたんですけど、うんうん、その時にギターをやって歌って自分をアピールしてたのがこの今のハナちゃんズで、うん、その時私は結構松田好花のことをあのショールームを見て、うん、あこの子ギターやってると思って、うん、その時から知ってたのでやっぱそこが起源、うん、確かにその時にやっぱ楽器を弾く子なんだっていう認識を多分していただいて、うんうん、それがきっかけでこうファンの皆さんの前で、うんおもてなし会をしたんですけどその時にそれぞれ部活動を組んだんですけど、うん、音楽部としてその時に初めてこう、ねうん、公式的にというかう、ね、披露したのかなって思います。いや本当に私はめちゃめちゃ感謝してますね。もうこの名前で生まれてきたことにも感謝しますしその花だけじゃなくて田んぼの田も一緒だったりするんですけど、うん、なんかいろんなことがこう似てたりして、うんこのグループに入って同じグループに入ってこのユニットを組んでってなかなかすごい奇跡だと思うので、うんうん、なんか本当に鈴鹿が来ていてくれてよかったし鈴鹿のおかげで花ちゃんぞでこうやって活動させていただけてると思うのでなくてはならない存在だなって思います。お互い生まれた場所も境遇も全く違うくて、うんなんか性格は似てるって結構話すんですけど、うん、やっぱりなんかちゃんと違うところもたくさんあるので、うん、本当に、まあ、これいろんなところで言ってるかもしれないんですけど、うん、このかがいなかったら私こんなにがむしゃらに何かをやろうって思わないだろうし、うん、本当に切磋琢磨できる仲なので、うん、それをなんか隠さずに多分一緒にできる人なので、うんそういう意味では本当になんかもう気の許せるライバルというか、うん、でも一緒に頑張れるし私はすごい助けられてます私も、私もです私たちがやっていいものなのかみたいな風に思いましたし、でも嬉しいなっていう気持ちもすごいあって、なんかこうやって声をかけてもらったからにはやっぱり最高のものをお届けできるようにしたいなっていう気持ちはすごいありました。でもいつもはライブをやってて22人今グループがいるんですけど、あのその大勢いる中でライブを見てくださってるファンの方に見つけていただこうっていう気持ちで、なんかちょっと安心感があるというか、やっぱりもう2人しかいないとずっと見られているので、その緊張感は本当にありますし、そもそもなんか自信がないタイプなので、割と自信をつけるっていう面ではなんか今一つの壁だなって思っています、うん、結構。そうですね、私も鈴鹿と同じようなタイプで、こういった場で本当にもう2人しかいない状況で、でさらには1人の歌声しかこう自分の歌声しか鳴ってないっていう状況に全然慣れなすぎて、うん、やっぱりどうしようって気持ちは大きかったんですけど、こういう場を与えられてさらにこう課題を見つけられたというか、これまでは結構本当に甘えてたなって思うのでもうこれからもっと頑張らないとなっていう気持ちでいっぱいです。かなりの時間、初めやるってなってからかなりの時間が経ったんですけど、その分こう1年半前ぐらいよりはやる気も技術的にもきっと成長できてると思うので、今までやってきた分を精一杯出し切ってとにかく楽しみたいと思います。
私も結構緊張しいところはあるんですけど、この高1年で初めての緊張くらい緊張してたんですけど、朝は。でもここ来てリハーサルして、あのいろいろ初めてのことばかりだったので、イヤモニのチェックもマイクも2人だけでやるってことは本当に初めてなので、そういう貴重な経験を楽しみながら、なんかいろんな良さを伝えていけたらいいなって思ってます。はい。